いやー、これはさすがに炎上するんじゃないかな。非常にまずい状況になってます。波紋呼んでおりまして。では、具体的に何があったのか、そこについて語っていきましょうか。まずはですね、SIE の西野さん。この方が、とある発言をされていたと。で、ことの経緯としましては、こちら日本経済新聞。こちらの記事で公開されている内容でして、まず前提としまして皆さんご存知かと思いますが、PS5 の値上げが発表されました。で、そこに対して、西野さん曰く、値上げというより、我々としては価格変更と捉えていると、そのようなコメントをされました。過去のメディアインタビューでもそうだけど、言葉遊びをし、正面から受け止めていないのは、非常に悲しい気持ちになるところがあると、このような発言を望月さんはされていると。まあそういったところで、この方もですね、結構有名な方ではあるんですが、別途ですね、取り上げられておりました。まあそもそもですね、値上げじゃなくて価格変更ってなんか言葉のあやとも受け取ることができるし、なんかどうなんだろうね、買わしているようで買わせてないというか、逆にさ、ユーザーの気持ちを逆なでするような発言となっておりまして、まあ非常に残念であるとか、ちょっとこれはね、ユーザーのことを考えられていない、配慮が足りていないんじゃないかっていうことが言われてるわけですよね。まあそういったところで、まあ値上げとしてはね、ソニーおよび SIE としては認識としてないと、まあ捉えていないと、そのような回答みたいなんですが、ただやっぱりそのユーザー目線で言うと、価格変更、値上げ、どちらも同じじゃねっていうのが率直な感想であり、で、かつですね、明らかな値上げなわけだからさ、なんかこれって、どうなんでしょうね。なんかわざわざさ、ここについて弁解にならないようなコメントって必要だったのかって思いました。なんか正直に、なんだろう。まあ、例えば原価が高くなってしまったので、まあ、ないしは、まあ、為替レートの関係で値上げせざるを得なかったと。なんか正直にそう言えばいいものを、何なんだろうね、この発言は。値上げでなく価格変更。そりゃユーザー切れるよ。まあ、なんだろう。まあ、為替レートのね、影響であったりとか、まあ、原価がかさんでいます。物価高の影響ですみたいな。まあ、なんだろうな、仕方ないみたいなね、受け入れ方も、まあ、ユーザーとしてはね、そういった発言をしてくださるんであればできるかもしれませんが、ただこういう発言はちょっとやっぱりユーザー目線で言うと厳しいんじゃないかな。まあそういったところがね、今言われております。まあ鼻につくというか、なんというか、ね、なんかユーザーのことどう思っているんだ、みたいな感じでユーザーはですね、今発言をしていると。まあそういった非常に悲しい気持ちになっていると。まあそういったところをこの望月さんっていう記者の方が代弁されていると。まあそのような状況となってます。まあ結局ですね、価格変更な、みたいな。この発言ってやっぱり必要なかったんじゃないかな。なんでこの発言するんだろうね。まあそういったところで、まあぶっちゃけなんか工作感であったりとか、言葉遊びっていうことで、まあ、ユーザーサイドでは、やはりソニーに対してね、さらなる不信感であったりとか、なんで正直に話さないんだろうみたいな、まあ、純粋な疑問がね、どん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 今出てきてしまっていると、まあ、そういった状況となっています。まあ、割とマジで何言ってんだこいつみたいな感じでね、ユーザーからすると思われてしまってもね、仕方ないんじゃないかなと思いました。まあね、いろいろソニー側としても、SIE としてもね、まあ苦渋の決断だったかもしれませんが、まあ、なんだろうね。もうちょっとその、非常に我々としては苦渋の決断だったみたいな、あげざるを得なかったとか、ね。なんかその、大げさでもいいので、やっぱりそういった発言であったりとか、スタンスでいかないと、ユーザーって多分納得いかないんじゃないかなと、これを見ていて思いましたね。まあ逆にこのタイミングでそういった発言があれば、なんかまだ救いようがあるというか、なんというか、
まだね、ユーザーとして納得できるところがあったかもしれませんが、ちょっとこの開き直りはね、非常によろしくないなと思いましたね。はい。まあ、あくまでこちらについては参考程度に受け取っていただきたいんですが、まあ、少なくとも私はそう思いましたといったお話でございます。まあ、価格変更とね、値上げの差って何なんだろうね。ちょっとよくわからないですよね。まあ、ここについてね、かなり議論されておりますが、まあ納得はおそらくいかないでしょうね。はい。まあとりあえずそういった発言がありましたと。まあそういったお話なんですが、率直に皆さん、この発言を聞いてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。ただやっぱり、心象は悪いよね。まあこちらのね、日経新聞にも別途取り上げられておりますが、まあ先日ですね、PS5 の値上げが発表されて、で、9月の2日から適用となりました。で、まあ、収益向上に乗り出したと書かれております通り、まあ、収益目的で値上げをしていったみたいなスタンスがあり、で、その中で今回 PS5 Pro、こちらもですね、かなり炎上しておりまして、まあ、上位機種と書かれておりますが、値段がなんとね、12万円と、ちょっとあまりにも高すぎないかと、まあ確かにスペックを考えると値段的には妥当であったりするので、まあ決して悪くはないんですよね。まあ決して悪くはないんだけど、ただやっぱりさすがに高すぎるとか、まあ正直 PS5 でいいんじゃねえか、まあむしろ PS5 も高いんですがね、まあそういったことが今言われていて、ダブル炎上してるって感じでしょうか。まあ値上げだけでもね、かなりユーザーからは不満の声が相次いでおりまして。で、それこそ来年にモンスターハンターワイルズ控えておりますから、それに伴って購入をしようと考えていた方も多かったので、今回の値上げっていうのは非常にダイレクトに厳しいものとなりました。で、その中で通常版、そしてデジタルエディション、両方ともですね、大幅な値上げとなりまして、具体的に1万3000円値上げされました。で、その中で PS5 Pro も出るんですが、12万だからな。まあ、さすがにちょっとやりすぎ感が半端ないよな。一気に値上げしすぎみたいな。ついこの間まで、だってプレステってさ、まあ、PS5 って、まあ、5、6万ぐらい出せば普通に買えたからね。しかもそれもさ、数年前まで。ついこの間までよ。それはね、ユーザー目線で言うと、まあ、信じられないというか、なんでそうなったみたいな感じでしょうね。まあ、為替の影響だったりとか、あと原価がかさんでるっていうところがね、主な理由かと思いますが、ただね、そこをしっかりと説明すれば、やっぱりそのユーザーの心象っていったところが大きく変わってくるかと思いますので、なんか普通に強がらなくて、正直に話したらいいんじゃないのって思いましたね。なんかこのやり方とかスタンスっていうのが今現在進行形で炎上しております。まあそれこそね、UBI ソフトとかなり類似するところがあるので、ちょっとこれからのソニー、まあソニーというか SIE かな。ちょっと不安になってきますよね。本当に大丈夫かよみたいな感じですよ。まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。まあ値上げの捉え方とか価格の変更と、まあ言葉のあやっていうところもありますが、ただまあここのところがこれからのね PS、まあプレステのスタンスにも影響してくるかと思いますので、まあ特に PS6 をね、今後、どうだろう。2、3年後には多分発表があるかと思いますので、まあそこでのね、意思決定にも関わってくる内容かと思いますので、まあ割とね、重要なターニングポイントに今回なったのかなと思います。まあ少なくとも PS6 が PS5 の値段を下回ることはないかと思いますから、まあそう思うとかなり厳しくなるんじゃないかな、値段設定に関しても。まああくまでこれも個人的な見解ですが、はい、そういったところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。